どうもー、どうもー、ラニーノーズ須崎です。そしてどうも猫ー、好きやな、ことラニーノーズ山田です。ことこと、そしてシャム猫バクノスケのバクノスケです。バクノスケでいいんすよ。イエイ。そしてウマピケチのウマの魚でございます。動物がよう出てきましたね。ありがとうございます。ということで今から皆さんには、はい、MBS ラジオ、俺たち今夜はギター弾きというラジオ、僕たちラニーノーズとバクノスケさんとウマと魚さんの番組でございます、はい、うん、5月29日に放送された分がですね、今から YouTube で見れますのでね。マジかよ。そうなんですよ、吉本漫才劇場の楽屋っぽいところで、お送りしております。あるかこんなとこ楽屋に。これでも360度カメラでね、はい、すごいよ、すげえよ、整ってますよ。すごい施設、僕たちのために用意された部屋でございます。ありがたい、ありがとうございます。ここはこんなね、大層なセットしていただいて楽屋乗りができるという、はい、そうなんですよ。普段僕らが楽屋でやってるような、まあ、ギターを使った遊びなどをお送りする番組でございますのでね、はい、はい、よろしくお願いします。例えばなんですけどもね、バックさん、はい、俺がラニーノーズの山田健人だったら、俺が健人だったら、俺が健人だったら、もう金髪にするのめんどくさいからウィッグ買う。ミスられていきます。俺が須崎だったら、俺が須崎だったら、俺が須崎だったら、ファッションイベントで最下位取らねえ。お前最下位から2番目やからね。そうやって俺が馬と魚だったら、俺が馬と魚だったら、俺が馬と魚だったら、夜中にひっそりと一人でお酒飲まずに友達と飲む。現場で一人で飲んでるからな。俺が爆散だったら、俺が爆散だったら、俺が爆散だったら、この白いシャツのこっから赤いなんかこのなんかこうタンクトップのなんかなんかすごいこんな合わせ方しない、うるせえ、トマト魚売れて、俺がこの YouTube 見てる人だったら、俺がこの YouTube 見てる人だったら、俺がこれ見てる人だったら、俺たち今夜はギター弾き絶対聴く。ありがとうございます。このようにですね、はいはい、もともと楽屋乗りだったことが、はい、ラジオやイベントにつながってるわけでございます、はいはい、そして、今回の放送はなんと、1回目と違いゲストの方が3人来てましてね、はい、どなたが来てるんですか。それはまだ内緒でございます。今から見てください。なのでね、はい、楽しんでいただけると思いますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。それでは今夜は、俺たち今夜はギター弾き、お聴きください。どうぞ。